私はいつものように息を切らしながらママチャルを漕いで神崎川の堤防を登り詰めた時、偶然川島の方からタグボートに引かれた橋家に出会った。急いで自転車を飛び降りてポケットからスマホカメラを取り出して撮影をしました。小学校の頃は神崎川は船の往来がもっと多かった。今は物流のシステムを変化してトラック輸送に代わり、橋橋を使った沖中市のような船から湯気の荷上げ荷下ろしもなくなってしまった。昔神崎川の下の方にも何か所か漁港がありまして、朝早くからドーナツ状の煙を出しながら焼き玉エンジンの漁船の音も光景も今はなくなってしまった。当然のように船の息もなくなって当たり前ですね。昔懐かしい風景はなくなってしまった。川も行き来するノスタルジックな船の風景が私は好きだ。